ヤギイダイは、大阪府生まれのラテン歌手、作家、エッセイスト、ジャーナリスト、音楽コーディネーター、健全な法治国家のために声を上げる市民の、会会長。ラテンジャズバンド、幅ン波のリードボーカル。向けに、ヤグイとも綴るグアナフアと修立大学北野高校、京都外国語大学イスパニア語学科卒業。在学中、政府交換留学生として、 メキシコのグアナフラと州立大学で学ぶ。この頃、旅行費用を捻出するために、初期の地球の歩き方の執筆に参加するなど、バックパッカーとして伝説的な存在であったとも言う。帰国後フォルクローレのバンドなどで演奏活動を開始。1980年代末頃からは、東京、京阪神、メキシコシティ、ハバナでソロボーカリストとして活動、ソロアルバム、 新商風景、そして2年後に、メキシコのレコード外社ペンタグラマから、ソロアルバム、S.E.B.B.A.C. を発表、メキシコ、キューバで、絹の恋という評価を得た。1994年、フェスティバルでミゲル・マタモロス第1回、国際サルサフェスティバル、マイナス略称、フェスティバル・マタモロソンに、一度限りという約束で、吉田健次波吉則らによって、再結成され、 日本代表として参加したサルサバンドハバタンパにリードボーカルとして参加。そんな県音楽の本場であるサンティアーゴ・デ・クーバの聴衆からオールスタンディングオベーションの評価を受けた。その結果、ハバタンパは存続することになり、翌年にはメキシコのオペラハウス、メキシコ私立劇場で2000人の聴衆を集めての公演を成功させる。 作家としても、メキシコシティの雇用アカン地区に家を持ち、キューバやメキシコなど、ラテンアメリカに関する知識や情報を、マスメディアやミニコミで発表した、解説記事やライナーノーツは極めて多数に上り、この分野での著作も多い。パンドラリポートでは、1991年から1995年の間に、パソコン通信サーブ上の市民運動フォーラムで、 当時は珍しかった、顔文字を多用した漫画チックな文体に、ブラックなユーモアを込めて、中南米事情を紹介した。この文章は後に、公文社より出版された。なお、この原文は、公文社館の書籍に収録されなかったものやその後、書かれたものも含めて、ヤギ本人のサイトで2015年4月まで、公開されていた。また2010年3月から、 ピースボートクルーズに参加した体験を綴ったパンドラリポート南極編としてパンドラリポートシリーズを自身のブログで再開した。シルビオ・ロドリゲス、パブロ・ミラネス、カルロス・バレーララ、キューバのシンガーソングライターたちやチリのイリアプをはじめ、ラテンアメリカの新しい歌の音楽家や文化人との信仰は厚く、その人脈と語学力を活かしてチリのアンヘルパラ、アルゼンチンのロック歌手、 レオン・ヒエコ、ニカラグアのルイス・エンリケ・メヒア・ゴド・イ・キューバのビセンテ・フェリウラの日本公演のコーディネーターや共演なども務めている。その後、アメリカが1989年にパナマを進行した事件を現地で取材して執筆した長編少女小説マリオ上司。また、メキシコの作曲家たちが彼女に提供した曲を中心に録音されたソロアルバムエスタム・ヘル。 ファドやメキシコ民謡を取り入れたラグリマスをメキシコで発表。また、中南米各国の国際音楽フェスティバル等に招待されるなど、現在も東京を拠点にメキシコ、キューバと行き来して演奏活動を続ける。ありがとうございます。